こうやって分けてもさ、すぐになんかできそうとか思ったけど、意外とそんなこともなかった。適当、めっちゃ適当なこと言ってた今私。まあ本当いざとなればね、前髪クリップで止めますけど。超久しぶりの前髪、しかもめっちゃ今回は薄めです。イエーイ。今日はね、なんかショックなことがいくつかあってさ、もうそう、忘れ物関連ですね。ショックなことがいくつかあったって言っても、そう本当にもうね、嫌になっちゃうぐらいあーってなっちゃう案件なんですけど、なんか入ってるわけだもんね。おバカすぎるマジで。もう今日はね、あんまりそう、なんか立て続けに良くないことが起こっちゃってね、ちょっと気持ちがしょんぼりしてしまっています。そう、何を忘れたかっていうと、まああんまり忘れちゃいけんもん忘れてきた。ちょっとねショックです忘れた場所がね、は分かってるんだけど、前回もそう忘れたんだけど、その時見つからなかったから、ちょっと今回もあんまり期待してなくて、一応連絡はしたんだけど、どうなるか分かんないなっていう感じなんです。それ以外にも今日ちょっとえーってなることがいくつかあって、ちょっとね、今年初めてへこんでます。
あとちょっと髪、指を、指の間髪で切っちゃってさ、もう消毒液めっちゃ染みちゃうのよ。絆創膏してるんだけど、そう、もうね痛い、めっちゃ痛いのもうなんかもうね、まあ、踏んだり蹴ったりじゃないけど、そんな気持ちでいる。忘れた場所がね、そう、公共交通機関なんですよ。だからそう、もう連絡はして、あとは、ま、待ってる感じなんだけど、電話した方がいいかな、お問い合わせフォームとかじゃなくて。なんで忘れちゃったかなって思って、本当バカだなって思うんですけど。しかもその髪もちょっとちょっとだけ丈夫な髪だったんですよ。そうだから結構痛くて、そうそう、電話後でできそうだったらしてみようかな。前回もね似たような忘れ方したんだけど、その時すぐにね、なんかカウンターみたいなとこ行ったけど、ダメだったんですよ。その日はもう分かりませんねって言われちゃって、でもそれも結局どこにあるのか分からない状態でさ、あ、前髪褒めてくれてありがとう。もうちょっと薄くじゃない、もうちょっとねあれしてもよかったかもしれないなとは思ったけど、まあしばらくはこのぐらいの薄さです。あー、コートのポッケの中にもなさそうだしさ、ちょっとおバカだなと思って。ちょっとねしょんぼりな気持ちではございますが、そんな私今日は一つだけグッズ開封をします。今日合間に寄れそうだったからサンリオショップ寄ったら、欲しかったものをちょうど見つけて買ったんです。こちらサンリオのスイーツをモチーフにしたネックレスでございます。これが欲しくて、でもネットだと売り切れてたから、そう、店舗行ったらあるかなって思ったら見つけたから買いました。今日はこちら一つ開けていきたいと思います。本当はちょっと指輪もね欲しかったっちゃ欲しかったけど、ネックレス欲しかった、可愛かったのでね、今回ネックレスにしました。もうどうしよう、早速開けようかな。早速開けますか。
今回こちらネックレスは全6種類でございます。キティちゃん、マイメロ、キキララ、ポチャッコ、シナモン、クロミでございます。全6種類でございます。じゃあ今回は投票しようかな。今回はこの6種類のうちどれが出るか。1番キティちゃん、2番マイメロ、3番キキララ、4番ポチャッコ、5番シナモン、6番クロミです。それじゃあ投票スタートします。投票スタート。今日開ける、私が開けるネックレスは6種類のうちどれが出ると思いますか。1番キティちゃん、2番マイメロ、3番キキララ、4番ポチャッコ、5番シナモン、6番クロミ、どうぞ。ちなみに私はよくクロミを当てることが多いです。まあクロミかマイメロ当てることがまあまあ多いかなって思うんだけど、まあ、個人的にはねキティちゃんかキキララが当たったら嬉しいんだけど、まあそうね、基本的にどの子が当たっても嬉しいかな。でも今回一番よく当てるハンギョドンがいないので、そう、まあ、ポチャッコも当たるっけ、あんまりだったっけ。ポチャッコは出てくても、クロミとマイメロはよく当てますね。まあ、明日はサンリオさんとのコラボイベントもありますし、これちょうど欲しかったからね。さすがにレッスンにドスピンでこのネックレスつけていくのはやばいとは思うけど、はい、それじゃああと5秒で終わろうかな。じゃあ行きますよ。5、4、3、2、1、終了です。クロミが一番、クロミの確率が高い。クロミ、キキララ、シナモン、マイメロ、キティちゃんでポチャッコの順番ですね。それじゃあ開けていこうかな。まあでもクロミやってる確率は結構高いですね、本当。そうそう。まあ、基本的にねサンリオキャラは誰が来ても嬉しいので、でも本当にさ今日なんか本当におバカだなって思うことばっかで、しょんぼりはしてますね。明日は楽しいサンリオイベントなのに、前日にこんなしょんぼりしててええんかと思うんだけど、そうなんよ。それじゃあさ、誰が出るのか。あ、待って、巾着に入ってるんだっけ。まあいいや、とりあえず出しますよ。3、2、1、チャリラリラン。でも全然見えない。クロミが当たった。はい、ということで皆様の予想、めっちゃ可愛い予想が的中しました。クロミです。めっちゃ可愛い。いや、なんか果物的にはクロミが一番可愛い、あのクロミが一番好きなのよ。なんて言うんだろう、ベリー系のケーキっていうのかな。でもそう、結構ランダムでクロミ当たるので、私結構クロミも好きになったんですよ。いや、元から別にあの嫌いとかではなかったんです、好きだったんだけど、そうクロミがよく当たるようになってちょっとクロミのこと気になりだした。あれだよね、なんか毎日同じ人と会ってたらなんかどんどん気になるっていう恋の法則みたいな感じですよね。そうそう。ということで今回はクロミが当たりました。イエーイ。そう、クロミ遭遇率結構高いです私は。そう、でもだから最初はそのクロミ好きな子にあげようかなとか思ったんだけど、私自身がちょっとクロミ好きになってきたから、好きになってきた、なんかもともと
元から好きなんだけど、ちょっとあいいやったみたいな感じ思うようになったから、どんどんだからちょっと上げられなくなっちゃった。そうそう、濃い濃いよ濃い。もう一回見せます。でもそうネックレスね、ネットだと売り切れてたから、とりあえず一個買えてよかった。もう一個買ってもいいなっていうぐらいには可愛い。マジでめっちゃ可愛くない？ちょっとマジでぼやけるんだけど、めっちゃ可愛い。これは絶対バレンタインとかにピューロに行くときつけていきたいな。ということで黒みでした。可愛い可愛い、めっちゃ可愛い。これマジネックレスもの案出した人マジで天才です。ありがとうございます。でワンチャン運命の赤い糸説あると、赤い糸説っていうかで巾着があるのでちょっとこの中に入れときたいと思います。運命の赤い糸は絶対ある気がする。もう一個欲しくなるマジで。とりあえずサンリオショップで一個買いました。意外となんかドンキホーテとかでも売ってるので、もしなんか見つけて欲しいなって思ったらもう一個買うかもしれない。これは可愛いだって。そうそう、でも私がまた買ったら今度マイメロが当たりそう。マイメロ率高いんやね。マイメロ当たったらマイメロ好きな子にあげるだけなんで。そうそう、あーやばい、ため息みたいなのついちゃった。見つかるといいな。やばい、足がしびれました。さて、じゃあ今日は何の話していこうかな。あ、前髪いい感じ、ありがとう、嬉しい。明日イベントだからね、ちょっと前髪を作ったけど、どんなステージ上だとどんな感じになるのかがちょっとわからんけどね。そうそう、まあ、それ見てまたちょっと調整していこうかなと思いますね。
明日のイベントは無料アベマで配信もあるので、ぜひ見に行けないという方は見てくださったら嬉しいです。さはなかキキララ T シャツ着ていきます。ええやん、待ってる。私はトップスはキキララでいきます。明日は何かの間違いでリュックに入ってたりしないかな、忘れ物が。そんなことあったらびっくりなんだけどね。目薬すれば入れとこう。ダメだ、もう今日いろいろショックなこと多すぎてもう何も考えられん。まあいいこともあったっちゃあったのよ。 T ポイントカードを作った。そう、しかもあの T ポイントカードをずっと作りたいなって思ってて、でもそしたらちょうど自分の好きな作品の絵柄が出て、そうなんかこのデザインがいいなって思うやつにしようって思ってたら、ちょうど自分のね好きな、あのちょうどっていうかやっと自分の好きな作品の絵柄と出会えたので、そうこちらですね。ちゃんと見えないようにしよう。
自爆少年花子くんです。イエーイ、嬉しい、かわいい、めっちゃかわいい。私こちらのね、自爆少年花子くんっていう作品が大好きで、そう、しかも今回原作っていうね、そう、まあ、アニメ化もしてるんですけど、原作は漫画なんですけど、そう、私アニメ化、アニメはちょっと見てなくて、でもそう今回ちょっとね、めちゃめちゃ、あー嬉しい、これはめっちゃ嬉しい。まさか花子くんのね T ポイントカードあるとは思わなかった。嬉しいです。まあそういういいこともあったんだよっていう、まあいいこともあったんだけど、ちょっとね悲しいことも多くてね、参ってはないけど、なんかちょっとしょんぼりはしちゃうんだよね、どうしても。ちょっと待ってね。この後電話しようかなとか思ったけど、何時までなんだろうね。ちょっと確認してみる。ああ終わってるわ、終わってるから明日電話します。一応なんかお問い合わせフォームにはもう連絡してますので、明日電話してみようかな。あれだったら、電話してみる。でもよくよく考えたら、このさくらちゃんのポーチだって、あの落としたけどちゃんと届いたから、ちょっと信じます。
そろそろいいかな。おみくじは大吉。うん、おみくじ引いてない。だいたい私2月 の、 あの愛媛県では椿祭りっていう祭りがあるんだけど、椿神社で、だいたい私そこで初詣で済ませるので。一回私飛行機に忘れ物した時は戻ってこなくて、で、あの駅のところで目薬ポーチを落とした時は戻ってきて、その次電車に忘れてきた傘は戻ってこなかったので、多分この法則でいくと今回は戻ってくると思う。そう、でもそれで大体私2月の椿さんに行けないから、椿祭りのこと椿さんって言うんだけど、椿さんに行けないから親が私の代わりに引くみたいな。そう、そういうこと全然ありますね。今年はちょっと行けそうにない気がする。椿さんの日程出てたっけ？でもだいたいあの日だよね、多分行けないような気もするんだけど。そう、そろそろ目薬入れようかな。椿さんはチャリで行ってた。へえ、それなりに近いってことですか？1月28日から3日間。あら、今年早いね。だいたい2月頭なんだけど、ちょっと早いんですね今年は。じゃあちょっと今年はいけないね。また親におみくじだけ頼んじゃうかもしれない。だいたい毎年そうなんですよね。
皆さんは初詣行かれたのかしら。あ、行ったよっていう方いらっしゃる。行ってないっていう人が若干多いのかね、もしかして。そう、私はもうここ数年三が日に行ってないからね、初詣は。そう、一時期三が日で行ってたけどさ、去年だったかな、あのちょうど地元でお仕事あって帰ってた時に、あのまあ舞台で、あの舞台で行ってたんだけど、その愛媛にね。そうで、その時にあの近くだって、その舞台の会場の近くの神社に行こうみたいな感じで行ってみて、まあ、おみくじ引くのがちょっとメインみたいなところあったんだけど、そしたらね、全然なくて、 おみくじやってる雰囲気が全然なくて、なんかとりあえずお賽銭入れて帰ってきました。そう、びっくりした。おみくじってどこにでもあるんだとばっかり思ってたから、あ、おみくじやってないじゃんってなって、あくびした。そういえば今日美容院さんとね、お正月とか違う、年末年始何してましたみたいな感じでっていう話をして、私はもうめっちゃ食べましたって言ったそう、まあ、事実なんです。めっちゃ食べた。特に大晦日はすごい食べましたね。まあ三が日はちょっと調節しつつだったんで、調節しつつっていうか調整でだったんですけど、おみくじ無人販売で代金も1000歳もか。へえ、でも椿神社もそんな感じだった。まあ無人っていうか、普通におみくじ箱があって、まあそのお賽銭みたいな作りのとこにお金入れて自分で取るみたいな感じだった。だからうん、普通だに無人販売だったかな。
あくびが出ちゃった。まあお正月ね。まあでも本当昨日はねちょっと夜配信する予定だったんですけど、ちょっとお休みしてしまい、まあ昨日はやって今日またね、今日もちょっとお休みではあったんですけど、はい、まあいいこともあったし、本当にまあいいこともあったしっていうか、ちょっとあんま良くないことの方が若干多かった気がするなっていう一日でした。今日は明日はいい日になったらいいな。ちなみに明日配信か会場で見るよっていう方どれぐらいいらっしゃいますかね。お、現地配信会場会場会場配信当ててみて、だってうーん配信めっちゃ適当に言いました。お、配信、配信があるのって嬉しいですね本当に。楽しみですね。明日はなんかグッズ発売されるよね。そうランダムなんだけど、今回出演してるメンバーの、あの好きなキャラクターと一緒のアクリルスタンド、あれが発売されるので、ぜひチェックしていただけたらと思います。私は本人だからって言って本人のもらえたりしないのかな。そう、もうチキララのやつにしましたよ。まあ、キキララは私本当に好きなので、もちろんウサハナが一番好きではあるんだけど、キキララもめっちゃ好きだから、これは岡崎東子ちゃんっていうね、あの舞台で共演した子にもらったものです。そういえばなんかキーホルダーが1月に発売されるって言った気がする。まだやったかな。そしたらついでにそろそろ次の目薬入れとこうかい。で、あの充電ポーチもこちら、これいただ、これもいただき物なんですけど、こ充電ポーチもチキララです。明日靴
下どうしよっかな。ちょうどキキララの靴下がちょっとゴムが伸びかけだからな。まあ、靴下もサンリオ関連にする予定ですね。爪薬が出てくるね。コンサートってサンリオピューロランドの近くでするの？そうですね、今回の会場はピューロランドではなくてパルテノンタマっていうところです。あのそう、もう本当にでもピューロランドから近いところですね。楽しみです。めっちゃで、あとリップケースもキキララだしね。これマジでもう愛用してる、このリップケースは。なので一応今一度会場の方確認していただいて、会場間違えないようにお願いいたします。まあ、明日は頑張ります。楽しみだしね。いやうん。
まあね、ぜひ明日は皆さん、ステージ自体は今年初、2023年初ステージとなるので、あの難しいな、ステージ、まあ、チームメイトの活動、ん、難しい、アイドルとしての活動は、まあ、今年初めてになるかな、感じ、まあ、仕事始めてもないですね。一応ミラクルハートライト持っていこう。あ、いいと思います。ぜひライブ中振ってくれると嬉しい。ミラクルハートライト、ピュロランドもね、遊びに行きたいな。もう半年以上行けてなくて、まあ8の日の時に行ったっちゃ行ったんだけど、あれはあれをちょっとのけて考えると半年以上行ってないから、まああれを入れても半年近くは行けてないんだけどね。だから行きたいんだよね。年パスも更新したいし。あくびをしてた。早く行きたいな。ピューロランド。いやーまあね、本当に、まあでも明日緊張もあるからね、楽しみではあるけど、ドキドキなんで頑張る。うんうん、ごめんね、ちょっと痰が絡んじゃってさ。
なかなかあれなとこもあったんだけど、はい、それじゃあ今日はここら辺で終わりにしたいと思います。みんな前髪のこと褒めてくれてありがとうございます。それじゃあランキングを読んで終わりますね。13位から13位片栗小次郎さん、12位夏目さん、11位まゆさん、10位飯田ひろゆきさん、9位メソさん、8位キャパさん、7位アーティーさん、6位カラスのかあこさん、5位ママさん、4位うみうみさん、3位ロミツさん、2位玉国さん、1位がはやちゃんさんでした。はい、それじゃあ今日も見てくださってありがとうございました。それじゃあまた明日、おやすみなさい。ありがとうございました。おやすみ。